深夜に放送されている月曜から夜更かしで、マツコデラックスと関ジャニ∞の村上信五が番組スタッフとちょっとした言い争いを行い、やらせを強く拒否する一場面があった。番組の最初、おばあちゃんの手押し車の中身が気になる件というテーマが選ばれ、村上がさあ参りましょうと VTR をスタートさせようとしたが、 VTR は流れず、マツコと村上はえ?と固まってしまった。すると、実は先日台風が来たため、どの町に行ってもおばあちゃんが出没せず VTR が完成しませんでしたというカンペが出され、それを村上が読み上げた。マツコはやっちゃう、見た体でとありもしない。 VTR を見たことにしてやらせをすべきかを番組ディレクターに聞いたが、番組ディレクターは放送時に VTR を入れますと答えた。マツコはさらに、これが VTR で流れてる間はワイプなしなのね、 VTR を受けてのトークもなしなのねと確認し、番組ディレクターはどちらもなしだと返答した。すると、マツコは、じゃ、私たちいらねえじゃないかよ。それで番組できるじゃねえかよ。と、番組ディレクターにぶち切れた。他に用意されている VTR は、ないかと、マツコは、番組ディレクターに聞いたところ、VTR が間に合っていないことを知ると、そんなにギリギリでやってんの、この番組。と、声を荒げた。マツコは、放送時の VTR では、二人が見ていないとのテロップが入ることも、再度、番組ディレクターに確認した。村上は、見てる体のやつはあかんでと、マツコも、やめてよと、釘を刺した。なお、この VTR は、マツコが提案し、マツコと村上が選んだ番組のスタッフ二人が、VTR 映像のワイプや、VTR 後のトークに出演することになったとのこと。そして、番組後半に、おばあちゃんの手押し車の中身が気になる件を紹介。さらに、VTR の後には、スタッフのぎこちないトークも放送されるという珍しい出来事となった。